ゆっことふっこのちょっと見直しないと。まったり過ごしたい日曜の夜、皆様いかがお過ごしでしょうか。私たち資生堂40代社員がお届けするおしゃべり美容ラジオ、大人の綺麗と日常をゆったり見直しするお時間です。第6夜でございます。もう6回、うん、6回目ですよ。はい、今夜もお話ししていきましょう。しましょう。しかしね、すっかり寒くなりましたね。ねえ、季節変わってきましたね。もうね、急に来ましたね。ねえ、ずっと暖かかったのに一気にやっぱり来ますね。季節の変わり目ですね。どうぞご自愛ください皆様。ね、はい、そんな中ご自愛くださいませ。そんな中ですね、ちょっとほっこりしちゃいましたよ。何ですか、何どうしたんですか急に。あの、私たちと一緒にやってるスガピーちゃんが、ひっそりとこうちょっとこの近くで飴用意しててくれてて、ねえ、前々回でしたっけ、私たちちょっと収録途中に咳込んじゃってね。ゆっこさんがねなんかむせたっていう。そうそう、もうなんて嬉しい心遣いなんでしょう。なんか3種類か4種類の飴ちゃん用意してくださってますよ。そうですよね、本当いつもありがとうございます。ほっこりエピソード急にありがとう。みなともさん、はい、みんなスガピーって言われても、うん、どなたって感じなんでしょうけど、ね、わかんないよね。わかんないと思います。スガピーはですね、あのこのラジオのプロデュースをしていてくれる私たちの協力サポーターなんですね。そうそう、はい、私ね実は3人でそうなんです。ひっそりとゆっことふっことスガピーでねそうそう、ひっそりと会議室で3人 で、ねね、わちゃわちゃ収録してます。楽しく収録しているんですね、うん。私たち特にこうね、撮影収録中もそうなんですけど、うん、収録外もずっと喋りっぱなしで、そうですね、どちらかってばっかりだから、どちらかりがちですから ね必要なんですよ、スガピーみたいな、うん、そう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 、ね、ちょっとねこう軌道修正までしてくれまして、そういつもありがとう。そんな優しい心配りが身にしみるアラフォー世代向けの美容ラジオ、うん、今夜もスタートです。さあ今夜のテーマを発表します。お願いします。大人の目元ケアを見直そうです。ドゥドゥン。はい、ありがとうございます交換を、はい、はい、で見直しリスナーのお友達、うん、みなともさんに、最近感じる目元悩みを教えていただきました。千葉県にお住まいのあっくんママさん、はい、加齢によってまぶたがたるんできた。わかるね、わかるね、うん。埼玉県にお住まいのポンタさんです。ポンタさん、はい、目の下のクマくすみが気になってます。確かに気になるね、はい、うん。福岡県にお住まいのもぐらさん、もぐらさん、落ちくぼんだまぶたが気になりますと。気になりますね、やっぱ目周りって、うん、なんか 肌よりも、うん、なんか年齢重ねると目元の悩みの方が結構ね、うん、数が多くなってアンケートで上がってくるんですよ、うん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 。なのでやっぱりこう形の変化ですかね、形状変化ね、そうそうそう、うんうん、色の変化っていうよりもやっぱり形の変化ってすごくダイレクトに変化を感じるところなので、うん、そこら辺が目周りにやっぱり集中してるっていうのがありますよね、うんうん、そうですね、うん。でなんかそのあっくんママさんの言うまぶたがたるんできたっていうのは加齢によって、うん、特に多分ね目尻側だと思うんですよね、うんうんうん。結構なんかまぶたが重くなるとかちょっとかぶさってくるみたいな話をよく聞くので、はい、そこの目尻あたりのちょっとこう形の変化を感じている方がどうやら多そうです、うんうんうん。で、なるほどね、うん、ポンタさんは目の下のクマとかくすみとか、うん、これも全体的にこう、これは色ですかね、うんうん、そうですね、うんうん、色ムラがちょっと気になるっていうことですよね、うんうん。であとまぶたの その落ちくぼみでね、うん、ちょっとこの打ち合わせの前でなんかすごいわかるって言ったんですけど、うん、ふっこさんはなんと今すっごいパッチリ二重に見えるんですけど、なんと一重だったという噂があるんですが、いや私一重だったんですよ。で一重だったんだ。そうそう、で、うん、あのまつげパーマにねこの間行った時に、はいはいはい、ふっこさんは、ね、うん、ふっこさんはあの、うん、奥二重でいらっしゃいますねって言われて、いや私は一重ですって言ったらいや二重ですよ、いや一重ですって、うん、すごいなんかちょっと一重には絶対見えない。うん、と思ってちゃんとあの鏡見たら
ほら一重じゃないじゃないみたいな感じになって、うん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 、あこれ奥二重って言って言っても、うん、なんかこうまぶたがかぶさってきて、うん、奥二重になってるっていうパターンなんですよ。そう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 、だからこれ落ち込んだ落ち込んだとかまぶたとか、うん、すっごいわかると思う。いやなんか20代の頃ってまぶたすごいなんかパーンとしてましたよね、うん、ふっくらしてて、私も奥二重だったんですよ。奥二重のふっくら深いですよ。でしょ、うん、これはカレーのグッドギフトグッドギフトですよ。前向きにだと二重ってそうでしょ、二重に見えるんですけど、はい、もうパーンとまぶたがぷっくらした奥二重のなんならちょっとつり目だったんですよ、うん、今は穏やかに下がって、その穏やかに下がって優しい目元になってあのカレーによるちょっとこうなんていうんですよね、たるみも相まってちょっとビューラーするとまつげ上げるとくっきり二重に、ふっこさんもちょっとそのようなことですよね。同じ感じかもしれない。だから逆にそのアイラインが引くのが難しくなったとか、引っ張らないとダメです。そうそういったまた別の悩みも出てくるんですけど、うんうん、なんかここら辺の目元のケアですよね、うんうん、美容の情報でも結構あのこのなんていうんですか、悩みに対する記事はいくつか書いてきましたね、うん、やっぱりあの、うんうん、今はねどうしてもこう小じわとか、うんうん、そういうねなんかよくレチノール配合とかって割といろいろね、うん、お化粧品の中でも出ていると思うんですけれども、うん、でもそういったスキンケアアイテムはね、うん、すごくおすすめです、うん、ただ購入するのがね、うん、ただあのいつものスキンケアの延長でも、うん、いくらでもなんていうんですか、肌のこうストレッチだったりとか、うん、ちょっとやっぱりまぶたってどうしてもう皮膚が薄くなって、うんねうん、頬とかに比べると、ね、その薄さって3分の1ぐらいしかなかったりするから、3分の1なんだ。そうなんです。で、まあ、ちょっとこうね皮下脂肪がこう下がってしまって、うんうんうん、そういうたるみとかも出てきちゃうんですけど、うんうんうん、だからまあちょっと目元は、うん、あんまりグリグリマッサージとかってことはちょっとお控えいただいた方がいいかなとは思います。いい、うんうん、でもあの少しちょっとこう指圧してあげたりとか、はい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 、ちょっとねプッシュプッシュしてあげたりとか、うん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 、目元にこう例えば化粧水乳液とか、うんまあ、クリームとかなじませるとき、うん、少しこう中指と薬指、これ、はいはい、化粧指って言われるんですけど、化粧指ですね、優しくフィットする。そうそうそう、うん、あの力が入らないんです。人差し指はねやっぱり力が入る強い、うんうん、だから中指とか薬指を使って、うんで、うん、もう撫でるように、うん、あの目元くるくるマッサージをしてあげるといいんですね。すごくいいですよ。確かに私も結構目元、うん、なんだろう、目が悪いんですよ。なので結構、うんまあ、今携帯も見てるしね、はい、結構目元疲れるから、うん、私も中指と薬指で、うん、ちょっとこのなんだろう、アイホールのちょっと眼下骨とこの 眉骨の下のところですかね、眼下骨このちょっと落ちくぼんでるそのところですね、うん、ちょうど骨の骸骨をちょっと想像してもらった時に、そうなんです、そうなんです、そこのところ、くぼんでるところですよね。優しく押して、そう上ですね、うんうん、で黒目のちょうど上ぐらいにちょうどアイホールがあると思うんですけど、そこら辺を眉頭から優しくこうちょっとこうプッシュしながら眉尻の方にちょっとこうやったりとかしてますね。うん、今ちょっと聞きながら押してますね、はい、気持ちいいです。ちょっとここら辺ぎゅーっとこう疲れがたまるとこじゃないですか、はい、なんか、ま、眉毛にこう沿ってそう眉毛のプッシュしてあげるといいですよね。そう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 、はい、でちょっとこの眉の下のとこですね、ツボが結構あるとこなので、うんうん、これ優しくですね、6ポイントぐらいですかね、眉頭から細かく分けながら、はいはい、まあ、あんま強くね押しちゃうとあれなので、うん、優しく押しながらゆっくりこう眉尻の方にやって、最後こめかみプレースで終わると、うん、うん、ちょっとこう目元がちょっとすっきりしますよね、うん、そうですよね、うん、あとなんかこう蒸しタオルとか、確かにあのよくあるじゃないですか、目元を温めるとね、はいはいはい、ああいうのでも蒸しタオルで、うん、例えばお風呂に入った時とかちょっと湯船にこう、うん、お湯を含ませてタオルでギュッて絞って目元にこう置いてあげてリラックスして、はい、で目元周りのこう筋肉とかをこうほぐしてあげたりとか、確かにほぐすの大事ですね、うん、ほぐしてあげたりとかするとすごくやっぱりねいいですよ、気持ちいいしリラックスできるし、うん、やっぱ疲れちゃうんですよね現代人、目元を酷使するから、ね、そうですよね、うん、そんなちょっと簡単に取り入れられるなんかマッサージをちょっと取り入れて、うん、ね、毎日最後のお手入れのね、簡単、うん、なじませる時にちょっとマッサージするっていう感じの
そうですね、うん、イメージでいただけるといいと思います。そんなマッサージをちょっと見直しポイントとして入れていただけるといいんではないでしょうか、うん、です ね, ねなんかせっかくなので、うん、いつものようにおすすめ商品ちょっと、ねね、ご紹介しましょう。みんなにご紹介、はい、何作ってます私からおすすめ教えてほしいな。私おすすめはですね、うん、エリクシールの、エリクシールホワイト美白のシリーズですね、うん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 、そこで出ているエンリッチドリンクルホワイトクリーム L というのがありまして、目周りにはね、うん、心強い味方ですね。これは本当にもうエリクシールの、うんリンクルクリームはずっと使い続けています、うん、あの今話題の純粋レチノール配合ということで、もうシワといえばリンクルクリームっていう、うん、レチノールっていうところで、はい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 、すっごいおすすめなんですが、うんまあ、これはですね朝晩まあ、うん、使っていただけますので、はいはいはい、もうここはねもうのさっき言ったご紹介したようにね、うん、ちょっとこうマッサージするような感じで塗っています、うんでうん、そこにねテクスチャーは、うんうんうん、あのこれクリームなんですけれども、はいはい、なんかねクリームと美容液の中間ぐらいのほんとちょっとね柔らかい、そうだったかも、うん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 、そうだからまぶたにすごくフィットして、うん、指滑りもすごく良いので、うんうんうん、なじませやすいテクスチャーになっています、うん、確かに確かに、うん、なのであのすごくベタついたりとかもしないですし、うん、あの心地よくお使いいただけるクリームになってます。優しくちょっとマッサージするのもいいかもしれないですね。こちらのデクスチャーそうそうでメイクするときにあのまぶたをこう押し上げてアイライン描きますってあったじゃないですか、うんうんうん、あの容量を応用して、うんはいはいはい、私はねこのクリーム塗る時にもね目尻を少し引っ張ってあげながらあのくるくるくると指でなじませてあげるとすごくねあの上手に使えると思いますよ。ちょっとあれですよね、まぶたの下まぶたとかってちょっとこうちりめんじわというか乾燥してるとこだから、うんうん、ちょっとこうアイロンかけるようなイメージでそうそうちょっとプレス、はい、ちょっとテンションかけてプレスするような感じですね、うん、はい。なのでそういうなんかこうなじませる時もそこを意識してあのつけてあげるととってもいいと思います。あなるほどですね、おすすめです、うん、ゆっこさんは。はい、私はですねあの資生堂のアルティミューンのシリーズで赤いパッケージのやつのちょっとちっちゃいのでパワーライジングアイコンセントレート N っていうのがあるんですけど、うんはい、それは結構使っていてこちらも朝晩使えるんですけど、うん、なんかね先ほどねあのテクスチャーの違い の,、うん、あのご説明もあったんですけどこのアルティミウムも結構ねクリームっていうよりかはちょっとジェル状なんですよね、はい、なので少しスッと馴染んで、うん、なんかこう朝メイクする前にでも使ってもこうなんて言うんでしょう全然こうあの悪さしないというか、うん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 、すぐにメイクできるのが気に入っていて、はい、あのこちら朝晩使ってますね。うん、香りもすごいなんでしょうアルティミューの素敵な香りもしますしね、はいうん、すごく上品な香りですよね。何しろテクスチャーがちょっと軽いものが私は結構好きなので、うんうんうん、結構塗っててで特にこの私さっき言ったように下まぶたのこの小じわとかのやっぱりこう乾燥も気になるんですけど、うん、あの重たいものつけたくないっていうのがすごい一番あるので、うん、こちらのパワーライジングに行き着きましたね、うん、なるほどなるほど、はい、お気に入りアイテムですね、うん、です概要欄のところにあの、はい、記入しておりますのでよかったら見てみてください。はい、はい、今夜は目元のケアの見直しについてお話ししましたがいかがでしたでしょうか。はい、目元ね、うん、40代結構変化が出てくるところなので、うん、ケアがね必要になってくると思うんですけど、うん、ちょっとでもこう見直しポイント取り入れていただけると嬉しいですよ ね, ね嬉しいですよ ね, ねでこんなラジオが本当に参考になってますかね、うん、心配ですよね、うん、でもねあのさっき、うん、それこそスガピーにほう情報をちょっともらいまして、タレコミ情報が、タレコミ情報入りました。入りました。入りました。はい、あの第3夜の時、あ、はいはいはい、覚えてますかね。あの、うん、すごいやつで港もさんにラジオの感想をねだったあの頃、猛烈なあのリクエストを出させていただいた時、はい、猛烈リクエストでお願いしたじゃないですか。はい、港もさんからお便りが届いてるそうですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ご紹介させていただきます。はい、ラジオネームみっこさん、うん、埼玉県40代の方です。はい、はい、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。
夜ベッドに横になりながらお二人の掛け合いを聞くのが楽しみの一つになっています。ありがとうございます。美容の知識が全然ないので毎回へーと思う内容ばかり、うん、嬉しい、うん、想像力を働かせながら聞いています、うん、私もいつかゆっこさんのメイクイベントに参加したい。なんということでしょう。ご招待しますね。ご招待しますね、一番前ご紹、うん、一番前に一番前にご紹介ご招待させていただきますね。本当に席の指定まで。はい、なるほど、特等席ですね、ゆっこさん。ぜひぜひ、うん、ぜひぜひこのリアルイベントもねやりたいですよ ね。めっきりなくなっちゃいましたからね、リアルイベント。そうですよ ね。でもゆっこさんにあの見直しメイクで見直してもらいたい人とかもいっぱいいると、うん、いるよ本当に、うん、いるよいる人のために私はどこでも駆けつけます。わいるならはい、ありがたいです ね。こういう言葉もね。あと、うん、この方もちょっとご紹介したいんだ、うん、ラジオネーム京子さん、うん、東京都40代の方。京子さんは、はい、あの先日のゆっこさんと一緒にやったアラフォーメイクのオンラインセミナーにご参加いただいた方らしいです。はい、ありがとうございます京子さん、はい、夜の部の参加者でしたということでしたね、うん、でラジオでセミナーと同じ内容を取り上げていただいたのですごい嬉しかったです、うん、とのことです。ボディがフィールしてエグゼットしていた時代、爆笑でした。私何を言ってるんでしょうね歌っていたあの時代、あの時代ですね、うんうん、レッツパーティーしないよう、日々気をつけて暮らしております。ちょっと盛りすぎるとレッツパーティーになっちゃうよっていうことを言ってましたね、はい、はい、でアイラインは、うん、おすすめいただいたものは私には難しく、うんうんうん、仲良くしている美容部員さんに相談し、うん、いいと思います。ブラシとアイシャドウを使う方法で、まあ、ちょっと入れ方を変えてやってみてます。素晴らしい、自分流にちょっとアレンジされてるってことですね。ですね、素晴らしい、うん、で長年同じ色、うん、同じメイクしかしてこなかった私が40代になり、こんなにもアイメイクと向き合っていて驚きです。すごい嬉しい、ね、今後はラジオでもお世話になります、うん、ぜひお願いします。こちらこそです、ね、こちらそこそです、ゆっこさん、ふっこさん、楽しいお話を今後もよろしくお願いしますとのことです。京子さん、京子さん、ありがとうありがとう。京子さん、京子さん、ありがとう。抱きしめたい。ありがとうございます。握手したいね。ね、うん、本当ですね。ハイタッチだね。ハイタッチだね。うん、ありがとうございます。見直したぜ、ハイタッチみたいな。はい。というわけで、うん、はい、戻って港もの皆さん、はい、はい、こういった今日のね感想や身の回りの見直しエピソードあればお待ちしておりますので、ね、よろしくお願いします。ぜひぜひ概要欄の投稿フォームの URL に記載しておりますので、はい、そちらからぜひ送ってください。待ってます、はい、待ってます。というわけで、はい、今宵はこの辺で見直し見直し、おやすみなさい。